その大事な観点はやっぱりご先祖も同じことってことなんだよね。我々はさ、これが水面だとするとさ、そうするとまあその水面上に出た唯一息ができる子孫の、まあご自分ならご自分の先祖がこういうわけなのか、奥さんにも先祖がこういうわけね、みんなまあ共通してるけどさ、お兄ちゃんだからね。どの道だけど息をして水上で息している我々はその産んでくれた全ての積み重ねのまあ島の頂点のとこにちょこんといるってことだよね。でこれはまあ人間界だけじゃなく、本当言うともうアメーバーから進化の全ての歴史をずっと背負った大きなこう海底の山脈になってるわけだよ。それの積み重ねによってやっと今ここに自分たちは自由に息ができ、好きなものを食べれるっていう。でもこの人っていうか、まあこの人とかまあ生物たちのその体積はあの世にみんな行ってるわけだよね。死んでるんだって、だって死んでるもん江戸時代の先祖は生きちゃいないからね、こっちに。お主我が祖先、お主我が子孫かとは言わないわけだよね。こっちに沈んでるわけだ。踏み固まるんだっていうかさ。でその人たちはじゃあ一体死んだ後どうなってんだろうかって問題なわけだよ。でそれがさっきの冒頭のその人たちもみんな比重があったから、言ってみればみんな中罪を作ったまま死んでるってことなんだよね。どうせ江戸時代だってマグロ食っただろうしさ、いろいろ食ったでしょうよ、それはね。だから食わない人はいないんだから、そうするとおおむね何にもしてなきゃ全部が罪を作ったまんまあの世に行ってると。つまり、結構重い比重のところにみんなあえいでる可能性が高い。善なることしてるってことはないんだよね、ほぼほぼね。そんな先祖に妙法蓮華経を唱えた人がいるなんてことは、いれば子孫に伝えようとしたはずだから、初めからやってたわけですよ。やってないから、俺は禅宗の家に生まれてるし、親父も禅宗の檀家だしだったわけだよね。ってことはその人たちを本当の正しい妙法蓮華経によって浮かばらしてやんないと。要はその苦しみから解放してあげないと、この膨大な量のその自分の土台になってるその苦しみはやっぱり障りになってくるってことなんですよ、自分らの行動なり生活にね。そのなんとか気が付いてほしいと思って、なんとか我々をこの分からし目覚め我々がこう苦しんでるっていうことを分かってくれと。そしてその浮かばらしてくれっていう念が膨大な量こう溜まって上に向かってすごいエネルギーでこうなってるわけだからさ、そこへその押し上げられた自分だけがスイースイッとこうね、植木仁みたい、古いか日本無責任男みたいに行くわけにいかないわけですよ。そんなそうは問屋を下ろさないと。だそれが自分らが例えば願ってるようなことがなかなか叶わないとか、まあ初めから諦めてる人もいる。もうそんなもんだよと、みんな中がと。仏様はそう言ってないんだよね。人間に生まれてくるってことは本当に自由自在にありのままのこの喜びと希望と、それから願いが叶いまくる境外なんだって言ってんだよ、人間っていうのは本来。なのに叶ってる人はいないですよ、それは。みんなだって解決してないから、先祖の問題も、それから食ってきた問題と、死んできた先祖の問題だから、そのいろいろ触りを受けて生きてるわけだよね。だから願いが叶わない、だけじゃなく、なんかこう不測の事態に常にやられる。思いも知らなかった不幸にビリヤードの球みたいにカーンって、俺はこんな風な計画でいるんだけどなと思ってんのにポンって何か起きただけでさ、とんでもない方向に飛び散らかされちゃうのの連続だよね。まあ運よくうまくなんとかなんとかって、まあ、行く人も中にはいるけども、さりとて今言ったその自由自在にありのままでいて最高の自分の願いややりたいことが叶うんだっていう、そんな境外とは程遠いからね。で例えば世間的にもものすごく地位名誉財産取ったような人もさ、一丁間違えば突然牢獄に入ってるとかね、あるいは早死にしちゃうとか、あるいは1個家の中見れば家庭内が実はぐちゃぐちゃだったとか、結局円満に幸せって人はいないよ。そのいびつに特化してすごく金だけは儲けてるかもしれないけどって人はいっぱいいるかもしれないけどね。あるいはお金はない、お金はない、その健康、健康、ものすごく健康だ、俺は健康だ、それから金と時間がないとか、ものすごく健康なんだけど夫婦仲が悪いとか、子供とうまくいってないとか、金もそこそこにまあ困らずにあり、体も心身ともに家族もみんなこう健全で、そして人間関係は家族みんな仲良くて、なんていうことだけの要素だけ取ったってそんなにいないんだよね、この3つだけだって。そこへ持ってきて、その最高のこの充実感というかさ、生きてること自体の最高のこの尊い気持ち、尊い充実感も合わせて感じて生きてるなんていうのは、今のその経済、健康、人間関係、そしてその内的な命のその喜び、この4つ満たしてる人なんて俺今まで見たことないよ。みんなどっかはどっかで、まあここはまあそこそこ、まあ大体そういうこと考えない普通の人は。それが当たり前と思ってるから、不足不満があって何の当たり前じゃんって。それはね、全部が全部解決するわけじゃないですよね。一生は短いから、妙法蓮華経を唱えてもね。だけどまあ43年間実験してみた結果、それ前の自分も一応20歳までは知ってるから、それこそいい意味でこうビリヤードにぶつかった感じなんだよ、たまに。こういうベクトルでいくだろうなと思ってた人生が、まあこうはいかないけどこうだな、こういう感じ、徐々に徐々にずっと加速していったっていうか、今はだからこの辺で63にもなってスキューバダイビングなんで始めるんだってわけのわかんない、またその玉がね。でも20歳までのうちの親父のおふくろとかのそういうこととか、うちの家計の流れ見ると、そんな上に上昇するようなさ、そんないい球に当たってるような人には見えないし、20歳までの自分考えてもそうでしたね。大概なんかある時はカンってこう落とされる、前より悪くなる。でやっとなんかまたこう這い上がろうとすると、またこうなんか変なものにこうやられるっていうかさ、そういうそのアクシデントの多い家庭だで、笑えるのはね、新しいものを買うのに当たらないってやつね。電化製品買って必ず不良品そういう変な業を背負ってるそれちょっと今でも残ってるんだよね。まだそれは少し残ってるからね。でもことごとくだったからね、あの頃。それもにもなんか意味があるんですよ。それだから、まあ簡単に言うと過去世でその人の買うものに悪さをしてきたってことなんだよね。それかそういうのを製造業者で、それで適当にその手抜いて作って不良品を大量に出してきたような人が前世だった、うちらの家系の前世があったあるいは先祖にそういうのが、そういうやらしい輩がいた大工の先祖に大工がいてさ「なんか素人なんか上がりっかねえよ」っつってこう手抜きして土台を手抜きするとかさ、そういう輩がいただろうっていうので、その因果がむくってきて子孫がその報いで苦しんでるという意味があったと思うんだよ。分かりやすく言えばね。でもそれがまあいちいちなのよ。例えばさ、病弱でなんかこういろいろあるななんて人は、やっぱりそれは先祖のそういう人を殺めたような人のがいたとかね。それがこう巡り巡ってそれが解決してないから、その罪が拭われてないから、なのでそれが子孫へこう出てくるわけですよ。俺のせいじゃねえよっつったって、でもお前さんはどうしてこの世に生まれたんだっていうと、先祖の血肉を分けて集積してここにいるわけだから、言ってみればお前の罪なんだって言われてるわけなんだよね。やった覚えねえよっつって、いやお前の細胞遺伝子にそれがもう刻み込まれてんだから、お前にそれは償ってもらうしかねえよっていうような。で先祖は死んだところで今苦しみあえるわけだから、この両方をなんとか解決しないと、やっぱりその気持ちのいい人生にはなれないし、自分はじゃあまあせめて耐えたとしても、子供たちがここへまた乗っかるわけだからね。そうすると親の判断のミスジャッジによって、子供たちの人生すら変な方向に方向づけてしまう可能性は大きいわけだ。子供何にも知らないからね、うん、親が指し示したレールにはさっき話した俺がキャンプ行っただの山行っただのをなんとなく踏襲してくるように、うん、信仰上も口うるさく言ったことないんだけどやっぱりやりだしてきてる、うん、やっぱ必要性を感じてきてるんだよね、うん、特に長男なんか自分で起業したからね、うん、全然違うって言ってるよね。やっぱり本業しなきゃ始まらんって、うん、従業員ともうまくいかなくなっちゃうし、自分がなんかいつもイラついちゃうしってやっぱゴミがしっかりしてると不思議な巡りが良くなったりとかやっぱいい取引先と出会ったりとか、こればっかりはやったりやんなかったりしてみた結果間違いないって言ってで結局やらざるを得ないと、事業発展させたかったらねとか言ってるね。俺は言ったことないんだよ子供に。だけどまあやっぱり親父を見ててあれは事業努力で今の企業がうまくいってるんじゃないって見抜いてるわけ。これのせいだって言ってる。それ長男も次男も言ってる。親父は別に美術大たちね、そもそも経営するなんていう畑じゃないのよ全然。計算すらさっきの奥さんじゃないけどもう足し算2桁になってくるともうもうやだもう誰かやってくらいのレベルだから、とってもじゃないけどそんな経営とかねやるような、しかも営業も嫌いだし、やっぱりねでやっぱ子供たちはその後ろ見てたんだよね、うん、で仕事はそれなりにはじわ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 伸びてるわけだ、うん、今でもね、うん、なんでなんだ、うん、で俺も別にこれだとは言わないよ、うんうん、なんでだろうねってなんだろうねってで自分たちでそれ悟ってる、うん、不思議なもんですよ。つまり親が知らないうちに歩んだ、それがもし間違ってないレールだったらそれは知らないうちに子どもたちにいいレールの遺産を残すことができたって言えるわけだよね。でもそれを知らずしてさっき言った食ったものの罪をそのまま何も解消しないレール、まあ、みんな中そうですよ、何も知らない人は。でなぜうちはうまくいかないんだろう、なぜうちは病弱なんだろう、なぜうちは事故がなんかたくさん起こるんだろうっていうのを何の解決の方法もないまんまみんなやっぱりずっとただただ無意に一生を過ごして、あっという間に、まあ、家の1軒ぐらい経ってローン払い切ってで大体もうチンチンですよ、うん、そんな人生のためにまたその子供に何の正しい道筋とかね遺産を残せない、うん、でっていうのはこれはまあ厳しく言うと仏様は畜生と同じだって言ってるよね、うん、人界に生まれたのに畜生と同じほぼ変わんないんだよっていう。それとその恩知らずだって言ってるよね。恩を知らないものはやっぱり畜に劣ると、畜生すら恩を返そうとしていると、だけどそういうまあ事例を挙げられてね、なんだか亀だかなんだか狐か自分が育てられた塚にはケツを向けないんだって。いや本当かどうか知りませんけどもまあ当時の鎌倉時代ではそういう見方してたんだね。でそれを、まあ徳のある人が見ると、あ、畜生界ですらこうやって獣すらその恩義というものを忘れないんだなっていう、ましてや人間界のものがね恩義を忘れて生きていくっていうのはまさにこれは、罪深いことだぞっていう言い方で畜に劣ると。だから先祖のおかげで今自分らはもっと言えば先祖の死体の積み重ねの上に自分たちだけが生きてんだから、うん、その亡くなった方々のその、恩返しをしないで、つまり罪を滅するというか、まあ、浮かばらしてあげる、本当の成仏をさせてあげるっていうことをしないで平然と今生きてるってことは実はとんでもない罪深いことなんだと、それ自体がという言い方もしてるんだよね。これがまああの時はこれざっくりは言ったと思うんだけど、その今我々が食ってるというこの食ってるっていう観点と生きてこの世に生存させてもらってきたっていう先祖のこの2つの観点から言ってもやっぱり知ろうと知らざると、理由は分かんなくても内容分かんなくても結論から言えば南妙法蓮華経というのを唱える人生をねやっぱりなるべく早く開始した方がいいんじゃないのっていうな話なのね、そこは。